ハイライトで振り返りましょう。スワローズの先発ピッチャーは山下でした。しっかり打たせて取る1番2番3番をしっかりと打ち取って素晴らしい立ち上がり。一方ジャイアンツの先発ピッチャーの堀田、こちらも三振2つ奪う素晴らしい立ち上がり。両者両先発が、まあ、これ投げ合いになるのかなというようなそんな予感をさせました。そして3回の表、守備の乱れでランナー1人出しましたがダブルプレー。いやーこの小森のプレーもお見事でした。そして2アウトとしまして、山瀬の打ち取って3回まで投球を行いましたけれども全て三者凡退でした。一方の堀田も3回の裏は相手攻撃を3人で仕留めました。5回の表です。ピッチャー2人目の宮川、ノーアウト満塁、ここでホームさせるかと思いましたが送球がそれてしまいました。ランナーがもう1人帰ってジャイアンツが先制、さらに攻撃は続きます。このタイムリーでさらに点を追加。そしてそう何度となくこの満塁となりましてタイムリーが生まれます。一挙5回に7点。さらに6回の表です。ツーアウトランナー2塁3塁からタイムリーヒット、ピッチャーは坂本に代わっていましたが佐々木のタイムリー、さらには岡田、セカンド北村も体を投げ出しましたけれども届きませんでした。ランナー2人帰って結果6回の表は5点。そして8回の表1点を加えましてさらに再び岡田、岡田が2打席連続のタイムリーとなります。一方のスワローズですけれども8回の裏ワンアウトから7番のフェリペ、これが今日2安打目でした。しかし後が続きませんでした。8回の裏も0点にスワローズ終わって、そしてなんとか9回の裏というところでしたが最後は代打の伊藤、大きな当たりとなったんですけれどもフェンスを越えるまでにはあともう一伸び足りませんでした。9回もバッター3人で攻撃終了、14対0ジャイアンツが勝利を収めています。